何かしら。外が騒がしいけど。船も港から出てるみたいだし。私たち、どこに連れて行かれるんだろう。もう、帰れないんだよね。なんとか、ここから逃げ出さないと。私は、こんなところで終われない。よう、お前ら元気にしてるか？そう、怖がるんじゃねえよ。一仕事終えたら、ちゃんと売り払ってやる。安心しろって。ほら、お前もだ。さっさと入れ。ガキどもをとことんしつけた後で、たっぷり可愛がってやるから、楽しみにしとけよ。モビルスーツの扱いは、彼らの方が長けています。あなたの部下が勝てるとは思えませんが。心配すんな。ちゃんと手は打ってやっからよ。大事なリングを抱えて、終わるまでここで震えながら待ってろ。とんだ失態だな、キンバル。なんでサンドバル団長直属の親衛隊が俺の船に嫌がる？その団長から伝言を持ってきた。いつまでも遊んでいないで本隊に合流しろ。火星の活動家なんだとつるんでお遊戯してんのはサンドバル団長の方だろうがよ。欲しいもんは倒して入れ奪う。それが夜明けの地平線団の本質だ。忘れたか？ガキどもすらまともに扱えないお前が、夜明けの地平線団の本質を解くな。この件は、団長に報告させてもらうぞ。ちょっと待てよ、お前ら。弁解は合流後に直接団長にしろ。今から楽しいショーが始まるんだ。お前らも参加していけって言ってんだよ。持ってきてんだろ？お前らの融合を。ガキどものしつけもこれからしっかりつけてやる。俺の仕事っぷりをすぐそばでよーく見ておけ！よーし！俺も出るぞ！みたいな獰猛な野良犬ども、首輪もつけずにそばに置いてやるわけねえだろ。なんだと。荒屋敷だけはさすがに厄介だからな、ちょいと細工させてもらったのよ。さて、まずはてめえから。サブロッパーだぞ。来るぞ。やめろ！動け！動けよ！
に愉快じゃねえか。てめえらの立場がよくわかったろ。わかったところでも手遅れだけどな。なんだてめえは。なんか本当に気に入らないんだよあんたらは。よし、荒屋敷を使わなければ、まだ機体は動くぞ。残長。サブロッパ、まだ息がある。だったら、俺の船に連れて行け。まだ助かるかもしれない。ニニキュー、頼む。了解。誰が逃げていいって言ったよ。ゴキュッパ、てめえ、何、俺の邪魔をしてんだ。なんで、なんでなんだよ。なんで俺らを裏切った。ガタガタうるせえな。別に裏切っちゃいねえさ。お前らみてえな使えるヒューマンデブリをかっさらうのが俺たちの商売よ。ついでにリングまでおまけについてきて、本当にお前らは最高だったぜ。俺たちをデッカラのようにしてやるって言ったじゃねえか。面白い寝言をほざくガキがいたらからかってやるのが常識だろうよ。飽きたらまた売っちまおうと思ってたんだがな。俺たちはもうヒューマンデブリじゃねえ。お前らはいつまでたってもヒューマンデブリだよ。俺が言うんだから間違いねえ。そっちの三本ズロのモビルスーツのガキもだ。てめえみたいなガキが大好物な変態ジジイに高値で売ってやるから楽しみにしとけよ。ちょうどよかったよ、あんたがモビルスーツで出てきてくれて。ぶん殴ってやりたいと思ってたところだ。やれるもんならやってみろ。逃げるのかよ。もどかしいだろ、悔しいだろ。お前らじゃ俺に手も届かねえかもしれねえな。こいつらを片付けてさっさとあいつを殴ろう。俺は最初からそのつもりだ。ここは俺が行く。
てやる。くらえ。そこだ。くっ、俺がやる。次だ、行くよ。ガキの始末もできねえとは使えねえ連中だ。じゃああんたは使える人間なの？俺は使う側の人間だよ。てめえらみたいなガキをいいようにな。ふざけんな。遊びすぎだぞ、キンバル。てめえらの出番を残しておいたんだよ。まだいたのか。許さねえ。ぶっ殺してやれ。あれ？はあ？何？行くよ、恥の星。お前の力を見せてくれ。ザコめ。邪魔するやつは倒す。なめやが。はあ。次だ。行くよ。おい、お前ら手抜いて戦ってんじゃねえよ。もうあんただけだ。ふざけんじゃねえ。降伏するなら今のうちだぞ。ふざけんじゃねえ。邪魔だ。はっ。そやろ。行くよ、恥の星。お前の力を見せてくれ。そうやろ。打ち飛ばしてやる。そんな。力貸してやる。はあ。そはあ。そはあはあはあ。くらえ。そうやろ。打ち飛ばしてやる。邪魔するやつは倒す。そうやろ。行くよ、恥の星。お前の力を見せてくれ。この俺が、俺が、こんなところで。終わったね。いや、まだだ。キンバルの船には軟禁されたヒューマンデブリたちがいいんだよ。それに、それに、世話になったやつを助けてやりて。けど強襲装甲艦なんてどうやって制圧する気だ？問題ねえ。俺たちは何度もやってきた。海賊行為はやめるって言ってたろ。これが最後だ。
軟禁されてる人たちがいるのはこの部屋？ああ、そのはずだ。ミスズ飴をどうぞ。ああ、うん。では、早速ギャラルホルンに連絡を入れてまいります。ああ、頼むよ、G。子供たちの身柄は確かに預かった。後のことはお任せいたします。我々はここで失礼しますので。ああ、ご苦労だったな。何度数えても合わないな。どうした？身柄引き渡しの書類には21名とあるが、何度数えても子供たちは20名しかいないぞ。あのじいさんが数え間違えたんだろう。ま、そんなところだろうな。若、軟禁されていた人々の引き渡しは終わったようです。うん、そうか。わかった。それじゃあ船に戻ろう。もう行くのか？ん？あんたか。リングが次の行き先を示したんだ。のんびりしてる暇はないよ。そうか。あんたには世話になっちまったな。礼を言っとく。いいよ。俺が勝手に首を突っ込んだだけだし。それもそうか。あんたはこれからどうするんだ？もし行き場に困ってるなら、俺が金星で雇ってあげてもいいよ。金星？ウルツハントの賞金で俺は故郷のラドニッツァコロニーを買う。え？は？買う？コロニーを？ああ。
ミスタリオか。ほんと変なやつだったな。彼らはコロニーを出発したようですね。ああ。なあ、あんた。そろそろ、私の名前を覚えてくれませんか、ゴーキュッパさん。パルスタイさんだろ？覚えてるっての。さん付けですか？いいだろ、別に。とにかく、頼みがあるんだよ。なんでしょうか。もう一度、リングが欲しい。それは何のためですか？今度こそ、俺たちの居場所を、俺たちの手で作るためだ。おめでとうございます。あなたはウルズハントの参加資格を得ました。私はパルスタイ交差。ウルズハントの水先案内人です。なんだろう、食堂の中から物音がするけど。確かにしますな。はい、聞こえました。入ってみよう。船にいた。あんたはやめて。私はカチュア、カチュアイノーシーっていうの。